おはようございます。古い話をすると今の若い人には嫌われますので、あまりしないように気をつけています。それでも時にふと以前のことを思い起こすことがあります。斜里公式を終えてほっとしたところではありますが、いろいろ複雑な思いに駆られます。やはりコロナ禍の影響は思った以上に大きいものです。コロナ禍の前までは斜里公式は2日間にわたって行っていました。初日には羅漢様を供養する羅漢公式を行い、翌日に斜里公式と館長法話に百味供養、そして大瀬垣もお務めしていたのでした。それには円覚寺派の寺院の男信徒が大勢お参りにくださっていたのでした。私が修行僧だった頃には200名も300名ものお参りでありました。お寺にお泊まりになる方も大勢いらっしゃいました。そんな皆様の布団を敷くのも私たち修行僧の仕事だったのでした。信徒会館や仙仏場など100名を超える方々のお布団を敷いて用意していたものです。そして朝にはお布団をあげて掃除をして朝ごはんを出してと、まるで旅館のようなお仕事でありました。もう今となっては懐かしい思い出であります。だんだんと年とともにお寺に宿泊なさる方は減ってきました。もうホテルのようなところでないと、お寺に大勢が布団を敷いて雑魚寝するようなことはなかなか少なくなってきたのでした。私も小学生の頃、高野山の宿坊で広い部屋に皆で雑魚寝した思い出があります。それが今や個室が中心になっていると伺っています。前日の羅漢公式からお参りくださり、お寺に泊まって早朝に祝神の法要に出て、そのまま斜里公式、そして館長法は百味供養、そして大瀬垣とお参りくださっていたのでした。私が館長に就任した頃には、かつてほどの人数ではありませんでしたが、まだそうしてお泊まりになってお参りくださっていました。それがコロナ禍の間は開催できずにいますと、もう昨年と今年と泊まってお参りくださる方はゼロになりました。それではなんとか一日に縮めて行事を行おうと試行錯誤しているところであります。一日にしましても昨年お参りくださる方はゼロとなってしまいました。かつてご案内していた円覚寺派のお寺の男信徒の方々のお参りはとうとうゼロになってしまったのです。斜里公というのが成り立たなくなったのでした。そこで今年は参謀会の皆様にもご案内して開催したのでした。公という言葉があります。これも広辞苑で調べてみると、一番仏典を講義する方へ、最小王教法華発行など、二番仏菩薩祖師などの徳を称賛する方へ、三番神仏を守り、また参加参詣する同業者で組織する団体、23夜行、伊勢行、稲荷行、大師行の類、4番一種の金融組合または相互扶助組織、頼もし行、無人行の類という解説があります。3番の神仏を守り、また参詣する同業者で組織する団体という意味であります。円覚寺の場合、仏舎利を信仰する方の集まりだったのでした。それがとうとう参詣の男信徒がいなくなり、参謀会の皆様にご案内してお参りいただくことにしたのでした。大きな変化であります。斜里公という公でありますので、多くの方に集まってもらって仏舎利にご縁を結んでいただくからこそ意味があるものです。今回は斜里会長の度胸の後、斜里公式のみを行い、そして小休止の後、瀬垣の法要をお務めしました。そしてお昼ご飯を召し上がっていただいたのでした。羅漢公式、百味供養、館長法話などは省略したのでした。
羅漢公式というのは、円覚寺に伝わる16羅漢、500羅漢の掛け軸をかけて、16羅漢を勘定して行うものであります。それから百味供養というのは、仏舎利と弁天様とにたくさんの穀物をみんなで手から手と渡しながらお供えしていくお務めであります。その間に円覚寺派の御栄華が流れて、これがまた趣のあるものでありました。またいつか開催できればと思っています。また今まで舎利公式をただお供えするだけでしたので、参列される方には全く意味がわからないのでした。その分官庁法話で少しは解説をするのですが、今回は時間の都合でそれもありませんでしたので、これは考えものだと思いました。官庁に就任する前に、今まで漢文だった舎利公式の文章を読み下し文にして、すべての漢字にルビを打って作成したのでした。それでも漢文の訓読のみでは聞いていても理解は難しいものです。中には名文もあるものです。例えば、三害無比の大法宝を円覚明星に先来することは肉身の如来を呪霊に拝するに同じという一文があります。これはこの世に比べるもののない尊い仏舎利を円覚寺の素晴らしい道場で拝むことは生きた如来を領受線に拝むのと同じということであります。また一人恨む楽は凡夫の肉眼ただ法刀の舎利を装うを見て自己のあまねく将軍するを知らずという文もあります。これは残念なことには私たち凡夫の肉眼では仏舎利が法刀に飾られているのは見えても自分自身が仏様のように将軍されていることに気がつかないという意味であります。仏を現在に供養すると舎利を滅後に供養すると二人の功徳相当なりという文もあり、これは今現に生きた仏様を供養するのと、仏様の滅後に舎利を供養するのと、二人の功徳は同じだという意味の文章なのです。こんな文章を唱えて供養していると、おのずからありがたい気持ちになるものです。来年には何とか工夫しなければと思っています。不易流行とよく言いますが、変わらないものを守るためには変わることも必要なのであります。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや患いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。
そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。